減ったな。どっか飯食いに行こうぜ。いいよ、俺は。お前一人で行けよ。じゃあさ、この缶が、ゴミ箱に投げて入ったら、俺に付き合うよ。お前、物投げれたっけ？投げれよ。見てろよ、お前。分かったか、早く行けって。おい、大丈夫か、おい。見てろよ、お前。投げたの。かわいい。かわいい。誰や、俺の女に缶投げたの。こいつです、こいつです。ちょっと待てよ、同じ帰宅部なんだからさ、これ一緒に帰ろうよ、ね。お前はサッカー部退部になって帰宅するしかないんだろうけどな。俺はお前と違って生粋の帰宅部だね。おい、のぼる見たか、さっきの子。めちゃめちゃ可愛かったろ。俺ドタイプだわ。なんだ、のぼる。お前、女だったら誰でもいいの？え？じゃーん！マユ。あ、美人は連続では来ない。あ、いや、なるほど。あ、つうか、お前、いいとこに来たな。ん？さっきここを通っためちゃめちゃな美人がいたんだけど、あれは多分1年生だな。なんか、俺が今まで惚れてきた女とはこう、格が違うっていうか。多分、さなえちゃんのことじゃない？最近転校してきたんだよね。演劇部入ってきてくれたんだよ。見に来る？え？ほら、あの子でしょ？あ、そう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 、あの子だよ。さなえちゃん転校してきて何十人もの男に告られたらしいわよ。マジ？うん。じゃあもう誰かと付き合ってんじゃないの？え？いや、それがみんな振られたんだって。いや、さなえちゃん顔も可愛くて、頭も良くて、スタイルも良くて、運動神経も良くて、つか何より演技がものすっごい上手いのよ。いや、本当にとこ一つもないんだよね。やっぱりそうか。俺の直感に間違いはなかったんだ。じゃあ俺ちょっと告白してくる。あ、やばい、ちょっと、ちょっと何すんだよ、話せよ。頭湧いてる？あ、どういうことだ。今まで何人の男振ってきたと思ってんの。急に稽古場に来て告白振られるよ。じゃあどうしろっつうんだよ。いいか、杉村、女っていうのは押しに弱いんだよ。モテる女であればあるほど強気な男に弱い。いいか、ここはビシッと強気でいけ。いやいや、強気っつったってさ、どうすんのよ。手紙書こう。手紙？いや、LINE でいいでしょ。バカだな、この時代アナログが勝つんだよ。アナログね。俺ペン持ってないんだけど。あー、もう、おい、何書こうか。じゃあ何書くのよ。うん、じゃあさ、話がある。公園にいてます。このぐらい強気の方がいいよ、きっと。ああ、確かに。先輩なんだ。話があるってのがよくないな。決着をつけよう。は？お前、告白だぞ、それ。大丈夫か、おい。ちょうどいい。いや、強すぎないか、それ。ちょうどいい。本当に？あ、逆に悟られない的なやつ？そう。じゃあ、書こう。よし。よし。着を付けよう。入れます、入れます。はい、はい、よし。もう大丈夫だよ。これもう絶対来るもん。俺分かってる。本当？うん、もう見えてる。俺見えない、見えない。あとは公園で待つだけだな。ね、それな。ああ、やっぱりさ、俺ちゃんとさなえちゃんが手紙確認するの見てから行きたい。なんだよ。だからちょっと、はい、さっきの。
そこで待っててな。あい、あの声なんかな。あいけー。またや。あいけだけだな、ね、そこで待ってろ、もうすぐ来るよ。男見せろよ。おい、お前か、これ書いたやつ。え、どこだ、あんのか、これ。え、やっと見つけたぞ。綺麗になって待てこらカバン、カバン。ボコボコにしてる。いやいやさ、なんすかそれ。あ、